今の代わりに、手形や足形を奉納して、地位を祈願する。足で孔人は、手足の神である。民間信仰を起源とし、手足の病気や怪我に悩む者が、その回遊を祈願する者で、信仰の特徴として、手形や足形を奉納することが見られる。中には、ギプスや松葉杖などを奉納する者も,もある。他人が奉納した手形、足形で幹部を撫でる例もある。 信仰される地域は、秋田県、福岡県、熊本県、大分県などで、四国に及んでいるとの報告もある。熊本県鹿島町の海の神社、熊本県大津町の西閣外神熊本の玉名市、大分の大分市、別府市などでは、手足工人という。熊本県八代市の洋寺や、熊本県阿蘇市の西岩尾殿の寺には、足手工人として、 青面混合が祀られているという。青面混合は、後進信仰の本尊であり、病魔退散の力を有するとされているものである。一方で、西岩尾殿寺の足出工人は、岡上石という丸い霊石が信仰の対象で、大分県武田市、平川や熊本県小国町の足出工人などはこの、分霊で、信仰権は、大野軍、直入郡軍、さらに、上海を渡り、 四国にまで及ぶとの報告もある。熊本市中央区にある本学寺境内の足で、工人では22世住職が掘り出したという五輪塔の丸石を祭り、玉名市大名町の手足工人では五輪塔の石を寄せ集めた六輪塔をご神体とする。熊本県山鹿市の総泉寺では足で三穂大工人を祭り、八代市の伊王寺についても、 三保孔人の文字と凡字が刻まれ、孔人の祭りが、孔信祭りであるとの民族学者による記録があり、三保孔人信仰との結びつきも見られる。手足を負傷して死んだという武将、海の神栄を祀る熊本県鹿島町の海の神社は、足で、孔人の総本社と称し、熊本県名込町や菊池重、小賀集落の足で、孔人、熊本県大津町の最角街、神社、 荒尾しの不本会の神社、熊本県三里町の友違い神社などは、この文霊を勘定したものという。もっとも、同じ熊本の中でも、旧宝宅軍の足手工人について、手足の疾病のため敵に追いつかれて落命した、卓馬坊という武士の後ろ身であるとする、会の修立とは別の伝来も報告されている。また、別府市南立石の手足工人は、 やはり手足の疾病兵衛を祈願し、手形足形を奉納するという信仰であるが、これにも手足を痛めていて、不覚を取った武士についての由緒があり、概略は次のようなものである。慶長五年、九州の関ヶ原と言われる、石垣原の戦いの前日の夜半、石膏中に、崖から落ち、手足を骨折した黒田方の侍が、大友の兵に捕らえられた。侍は、手をくじかずば、 お前どもの手にかかるものではない。切って、手柄にせよ。死して百年の後まで、魂はこの世にとどまり、手足をくじいた者を救うであろうと言い残し斬首された。憐れんだ、大友の将、吉弘東高が侍を手厚く埋葬したとの伝説。この合戦で傷を負った兵がこの地で傷を癒したとの伝説があり、手足をくじいた者がここを散見すると不思議に治ることから、 祠らを立て、手足工人として信仰されるようになったのだという。元は、個人の屋敷神であったらしいが、その信仰圏は、大分方面や早見郡などに広がっているとされる。大分県九重町の二日、市足市で工人者は、少なびこなの人などを祭人とし、薬師如来が刻まれた室町時代のものと推定される、石像法等をご身体とする。少なびこなの人も、薬師如来も、 医薬の神物とされるものである。進行される地域は、秋田県小賀市、福岡県久留米市田主丸町、福岡県三井郡立新井町、熊本県、大分県大分市、大分県武田市、大分県文豪野市、大分県九州郡九十町、大分県日田市などである。大分県から海を越えて、四国にも及んでいるとの報告もある。また、大分県別府市には、 手足工人という同様の信仰があり、大分方面、早見郡に広がりを見せているという。手足工人は、大分市や熊本県玉名市大名町にも確認されている。秋田県小賀市、福川の足で、工人大宮神社境内の足で、工人西閣街、神社、瀬川の足で工人宇野治境内の足で、工人本町の手足工人手足工人足で、工人社地名は、 現在の物足で後人のみならず、手足の疾病、障害の併用祈願した上、手形や足形を奉納する習俗は、日本各地で広く行われてきた。その例としては、岩手県北上市立花の千珠観音堂、栃木県足利市五十部町の大手神社、新潟県村上市武道の河内神社、福井県三方上中郡若狭町の三宝石、観世音。 静岡県浜松市天竜区三作坊町の足上神社、岡山県新見市大佐城押久壁の足尾様、福岡県福岡市東区鎌田の蘇我神社、福岡県福岡市博多区、吉塚の平井神社、福岡県太宰府市太郎左近の太郎左近社、福岡県糸島市島東留の瑠璃光寺、福岡県宗方市、吉留の荒人神社、福岡県笹栗町、 軌道の軌道線受官の運動などがある。ありがとうございます。